白い。ちょっと問題あり。今やばいね。ソフト。わあ、ワクワクする。ちょっと待って。すごいな、めっちゃでかい。ちょっと。かわいい、かわいい。
うわぁ、やべぇ、楽しい。うまいものちゃん。ブラック買ってどんな。ちょっと待って、調べるけん。いや、いいよ。ちょっと体調が食べれるものを探してからにしよう。ここはタラ、ここはタラのフライしかないから、アジのフライ探し。すごい今ので、ね、あのキラッとあるけど当たり外れなんだけど、結構この脂の差し方って、だからこっちにも出てるんだけど、あ、クジラね。そう、この縞模様っていうの、白い筋みたいなの、これはちょっとほんのり脂が、尻尾に近ければ近いほど脂があった。お、わかった。ちょっとご飯ゲットして。俺ここでラーメン食べる。あ、そう、あ、ラーメンある。うん、あ、よかったよかった。勝手丼結構お金いるよ。本当。いくらぐらい？え？ちょっと。一軒一軒こう払って。違う。あ、何本あるよ。いくらで、ね、え？いくら？海鮮丼並みにいるかもしれない。え？いくら？ 2,3,000 円はいる気がする。もう明日から食べる。すいません、これって勝手丼のご飯です。そうです、プラス50円です。飯にもなります。170が大体普通のご飯茶碗1杯分ですね。じゃあ170円の一つ。私でよろしいですか？はい、170円になります。これにご飯、これに何か入れる。黄色が北海道。そうです。で、さらにこれ葉っぱついてるのが釧路さんのネタです。釧路で取れたやつね。そうですね。これお箸、これで、あ、こっちであのトングで取るので、ちょっとお預かりいたしますね。こうやるんだ。はい、今日選んでいただいたのだけ盛り付けます。お伺いしますサーモン、アトランティックサーモン、アトランティックサーモン。あと、あ、ここら辺が、あ、これは？これがトキシラジで、これがクジラ。クジラ、あ、こっちが。ここ、あ、そういうことか。わかった。で、ホッケ。はい、サクラマス。今度は食べに。シメサバ、自家製の。じゃあシメサバ、ここで作ったシメサバ。はい、そうです。どうしよう。でもオヒョカレーの。じゃあ、え、オヒョってなんだっけ。カレーです。あの大きいカレーで、あ、待って、八角って、え、角がついたやつだっけ。あの八角形の形した細長い。あ、そうよね。それ食べてみよう。それで。え、どれどれ？黒い長いのが葉っぱ。いや、切ったらとりあえずそれでいいです。とりあえずそれで。ニシンはニシンもじゃあ一つ。はい、あとね、他も回るからね。じゃあお会計こちらで。135円です。はい、1000円からお願いします。
ます。はい。ありがとうございます。こっち行くんだ。さっきの霜降りクジラ、うんうん、あ、これじゃあ、はい、あの霜あって霜降りクジラと、うん、あとイクラ、いや醤油ですよ。どっち行きます？醤油だけと、うん、だし醤油と2種類。こっちが北海道っぽいってやっぽいですね。こっちは何なんだ？こっちはあの要はあの多分道外で食べるイクラ結構この色が多いんですよ。うん、この味付けが多いんで北海道はこっちが地元か。じゃあこっち醤油のみでつけるっていうのが。じゃあそっち。あと今入ったのがホッケ入ってるでしょ。もう忘れちゃった。サバ、八角、何だっけ、ニシン入ったでしょ。あと珍しいところだとクジラ入ったもんね。ん、うん、キンキとかウニ高いな、やっぱりね。ウニはねやめとこう。ただ味はいいんだけどね甘みがあるから。あと花咲き、あと今今日マツコはタンタカおろしたばっかりだから。タンタカってなんだ、あのなんていうのかな、マツカワカレーって言うんだけど高級なカレーだね。うん、じゃあタンタカ、タンタカ行く。あとそのなんかサーモン系、あの紅鮭だね、さっき僕言ったの紅鮭。紅、あの紅は本当に一番珍しい。じゃあこの紅鮭はい、まあそれでお腹いっぱいになるわな。あ、待ってちょっと待ってよ、あと一つぐらい、あと一つぐらいでしょ。あ、お姉さんこの縁側行きな、この縁側今カツの縁側な、クジラの縁側。いや違う、あのねこれね、あの松川ってさっきおろしたからこの縁側が出るんだけど、そんな出てこないのか、数が。じゃあこれ本当にちょっとうまいから、ね、じゃあそれ以上です。はい、小遣いもらってきたんだ。こんな感じで、うん、そうやってくれるんだ、楽しいはい、わさびつけても大丈夫ですか。はい、1520円。お盆は借りていいんですか。うん、大丈夫だ、借りていいですよ。食べた後は、うん、食べ終わった後でいいんで、申してもらえば。はい、はい、ありがとう。2300円、2500円。